はいどうも皆さんもおはようございます。こちらこんばんは、リュウでした。やっとですね、イビルツインにね、強化上げまして、新パックで登場したイビルツインズトラブルサニーというね、このリンク4のモンスター、こいつが登場したので、イビルツインかなり強くなりました。今まではね、あのキスキル立って、なんかその頑張ってなんかマスカレーナ立ってて、相手なのになんかそのグリフォンとか、まあそういうの立ってなんか頑張ってたんですけども、トラブルサニーっていうこの、まあ、あのテーマ内のモンスターで、まあ、非常に強力な、まあ、除去効果、そして、変身性効果持ってるモンスターが来ましたんで、かなりやることが、まあ、シンプルになったし、目指すべき着地点、が分かりやすくなったので、まあ、非常にね、面白いデッキになったなと思うんですけれども、イベルツインモンスターを含むモンスター2体以上で作れるということで、作り方も基本的に簡単で、まあ、キスキルとリーラーをまあ出してで、この2体でリンクしていくっていう、まあ要するにまあ、キスキルかリーラーどっちか引けてれば、またはそのキスキルかリーラーを特殊召喚できるカードか、それを持ってこれるカードがあれば、ここに繋がりますんで、まあ非常に簡単に展開できる、まあ要するに1番初動で、トラブル3人までいけると、1番初動かなり多くてですね、このデッキ、1,2,3,4,5,6、7,8,9、10,11,12、13枚一番初動が13枚入ってるんですよ。これがねすごくいいところ、要は、まあ、安定感はすごいと、まあ、ただしちょっと誘発を貫通する能力が若干低いので、まあ、例えば、リーダートリート入ってたりとか、キスキルがキスキルトリ、キスキルフロートだっけこれキスキルフロスとかが入ってたりとかして、まあ、こういうモンスターで、まあ、誘発食らっちゃった時のために2体並べてキスキルを、まあ、展開していくみたいな動きをしていくって感じですね。で、墓穴とか、摩擦を入れていて、まあ、先行のなんだ誘発とかを、まあ、ケアしていくっていう感じですね。で、このトラブルサニーが、まあ、実際何するかっていうと、このカードは変身効果と、それから、まあ、相手を除去する効果の2つがありまして、まあ、1番目このカードをフリーチェーンでリリースすることによってキスキルとリーラーを墓地から続召喚できると。だから、こいつをリリースすることによって、キスキルの、特殊召喚成功時効果ワンドローとリーダーの、特殊召喚成功時相手を破壊するっていう効果両方とも使えるんですよ。これがめちゃくちゃ強い。フリーチェーンです。ちなみに。逃げるのはね。で、墓地のこのカードを除外して、手札デッキ墓地から、手札デッキ及び自分のフィールドの表返しの中から、イービルツインモンスター1体墓地を送って、フィールドのカードを選んで墓地を送ると。だから、まあ、キスキルとリーラーが並んでるときに、リーラーを墓地を送って、まあ、除去する効果を使ってもいいですし、普通にそのデッキからね、このイービルツインズキスキル、リーラーを墓地を送って、まあ、効果を発動してもいいと。あ、ちなみにこの効果はイービルツインズじゃないといけないんだ。イービルツインじゃないといけないんで、課金モンスターはね、ライブツインだから、ダメなんですけども。で、このフィールドのカード1枚選んで墓地を送るっていう、この効果も強くて、まあ、選んで墓地を送るっていう効果なんで、まあ、ほとんどの対戦無視できるんですよね。まあ、効果を受けない以外のモンスターであれば、大体、この効果で除去できます。はい。まあ、モンスターじゃなくて、まあ、魔法トラップでもいいんですけどね。で、まあ、そういう、まあ、効果で除去できなければ、まあ、エクシーズモンスター。ガチガチガンテツとダウナードと、まあ、アーゼウスっていう、いつものムーブで、まあ、背負っていくっていう感じですね。で、まあ、メインギミックでもかなり回るようになったんですが、一応、今回は、結構誘発1回いっぱい入ってるのと、これなんでかっていうと、トラブルサニーが、まあ、強いけど、言うてやっぱ妨害力としてはね、やっぱこいつ立てるだけではさすがに勝てないんですよ。環境でもね。なので、まあ、こいつを、出すときに、後ろ構えられたら強いんですよね、結構。なので、まあ、神通とか、まあ、無限法要とかっていう、まあ、一応、まあ、引けたら強いカードがいっぱい入ってます。で、まあ、キスキルのワンドローも入るし、まあ、ゴードンも入れてるんで、まあ、結構引けるかなっていう感じですね。で、トラブルサニーがめちゃくちゃ辛いのは、まあ、墓穴なんですよ。墓穴とかがめっちゃ辛くて、なので、まあ、一応、ロンギヌスとかが入ってます。はい。で、あと、外鳥がいっぱい、飛ばしてくるディメンションアトラクターを抹殺できるように、ディメンションアトラクターも入ってるって感じですね。まあ、自分で撃つことはないです。ほとんど。マスター強です。っていう感じ。まあ、ちょっと早速ね、まあ、対戦動画見ていただければ、どんな動きするか分かると思うんで、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。やっと来たね。トラブルサニーちゃん。来ましたね、やりましたね、イービルツインの使いの皆さん。あまりにも最強モンスター。リンク4。トラブルサニーをね、今日は採用したイビルツインデッキをね、やっていきたいと思います。あ、なんかチェーンありますね。あー、墓穴引きましたね、強いですね。パスフレーズを発動。言うて、エフェクトベーラーとか、無限法要がまあ結構辛いんですけども、外調対策に入ってるあのカードたちも結構ね。あー、まあ、ああいったカードをね、貫通できる。あ、やべえ。できねえ。マジ。飛んだわ、ゴードンで。
ゴードンで飛んじゃった。まあ、いいや。ライブツイントラブル3の効果によってデッキから特定のカードを手札に加えていく。これによって一応まあ止められた時のためにこのなんか特殊召喚できる、のイビルツインたちを、イビルツインじゃないライブツインか、ライブツインを持ってきておいてエリアの効果発動通るんだ。なんかめっちゃチェーンあったけどね。さあ、キスキルリーラー2体を並べるとキスキルかリーラーが出せる。まあ、お手軽で結構分かりやすくていいですよねこのデッキは。あのキスキルとリーラーを並べて、キスキルとリーラーをまあひたすら出していくっていう、まあ、あのデッキなのでそんなに難しい展開ではないんですよ。だそこまでなんかその考えることもそんなにないというか、そして可愛いというね。そして、新しいメイトのラドリーちゃんが見守ってくれていると非常に素晴らしい。この時は、まあ、ラドリーは関係ないけどでリーラーを特殊召喚、そしてリーラーの効果は発動。リーラーは一旦一度、フィード上に、キスキルがいない場合はキスキルを特殊召喚することができる。これでキスキルを特殊召喚しカードを1枚ドローしていく。キスキルの効果、リーラーがいる場合に特殊召喚成功するとカードを1枚ドロー。強い、これは強い。まあ手札には結構入ってますからね。そして、キスキルとリーラーをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、これが新規最強モンスター。イーグルツインズ、トラブルサニー。トラブルサニーはフリーチェーンで変身する効果を持っています。墓地からキスキルとリーラーを特殊召喚するっていう効果を持っていて、で打点が3300もあると。で墓地から除外してなんかそのイーグルツインを墓地の来ると相手のカードを墓地の来るっていう最強の効果を持ってるんで、まあ3回くらい仕事しますね。1回出すとめちゃくちゃ強いです。さあ、圧倒的イーグルツイン展開の最強ムーブができたところで相手のデッキを見ていきましょう。さあ一体相手、まあこういうこともあるまあこういうこともある。正直投げとけばよかった、増殖する G を。まあしょうがないですね、恨めですね。まあガンマとかはケアできないですけど、で飛行場の落物ジョッキーでしょう。回収ジョッキーですかね。あれなんですよね、トラブルサニーは一応フリーチェーンでなんか変身する効果を持ってるんですけども、さすがにその怪獣は無理っていう、そういう話。さあ気候者村雲の町特殊召喚していく。で特殊召喚カードを1枚ドローしていくこともできるぞ。まあどこらも別にいいだろう。レベル8のモンスター2体でオーバーレイしてきた瞬間に神通を打ってバチコルとぶち殺せば関係はない。ちなみに神通っていうカードはですね、基本的にその電気です、はい、神通です、これ神通です。トラブルサニー1枚だとさすがに弱くて、まあ、何らかの妨害はちょっともう1、2妨害ぐらい増やしておいた方がいいと思うんですよね。なので、まあ、そこでその神通っていうカードをまあガン積みしてるのと、あとはそれはもううらら墓穴とかよかったかも。墓穴されると逆にめんどくせえ。まあでもそれはまあ別に遅延したかなってもいいか、大丈夫だ、OK。若干トラブルサニーだけ単体だけだと弱いので、うーわすごいの来た。なので、ドラグマ混ぜたりとか、パラリアクシード混ぜてエクシーズしたりとか、まあ、今回みたいに過密を混ぜたりとか、まあ、そういうね、ことはした方がいいかなっていうふうには思います。で、一回その村上のうちめんどくさいので、ちょっと村上のうちだけちょっと除外しといて、で、俺のターンでドローしておく。で、初動が来ない。ゴードンこれ打ったらどうなります？でもそれは墓地遅れるか。墓地に送れるのはでかい。キスキルリーラーはまだ敵にいるな。キスキルリーラーがゴードンで飛ぶ前にまずは一旦トラブルサニーの効果発動。トラブルサニーの効果は、墓地から除外してキスキルリーラーのイービルツインの方をね、墓地の送ると相手のカードを墓地の送る、まあ自分のカードでもいいけど、フィールドのカードを墓地送れるっていう最強の効果を持っています。やばいですよ、枚数がやばすぎる。でも枚数やばいけどそろそろやんないとやばくね。これ初動札引いてないから何もできない。まずいですねまずいですね。行くしかないですね。強欲で貪欲なツボ発動、強欲で貪欲なツボ発動してカード2枚ドローしていく。やばいマジっすか、マジマジかよ。いやー、まあ初動引けないのはしょうがないですね。初動引けないのはまあ圧倒的に運命力が足りていないと言わざるを得ない。そしてラドリー変身、ラドリーちゃん変身するのいいよね。
このメイト素晴らしい、全種類のドラゴンメイトに出してほしいですね。でまあ神通セットして、エンドフェイズ入って、これでもう、抹殺することもないですし、何が残ってるか知らんけど、とりあえずあれですね、あの神通で相手のモンスター処してから、増殖する G とキスキルで異物混入キスキルを出していけばいいんじゃないですかね。あーあーね、まあ、これも一応エフェクトベイラーで回避できる。なんとかもう一体並んだら死、もうモンスターが並ばない、もう一体並んだらもうキスキルリーダーが飛ばせないからな。でグレンマジューダイーザを選択して、ダイーザの打点をゼロにして、これでこのターン俺がぶん殴られることはないという話で、これで一応耐えてると思う。ビッグフッツ、これは神通をしたら止まるやつですよね。手札1枚作って、もてかし少女カード、対象にそのカードを破壊するって効果あるから、これで一回神通ぶち込んで、で神通ぶち込んで、でビッグフットバックして、よし OK で視聴者爆破して、視聴者爆破したことによって俺は耐える。でこれ次のターン増殖するでしょうかんだな、異物混入していこう。でいける、3600の打点になったが、まあ、打点じゃなくても別に超えられるから俺は。まずは増殖する G を召喚、そして増殖する G とキスキルでリンク召喚ちょっとですね、まあ、こういうこともあるということですね。でキスキルをリンク召喚していく、そしてキスキルのリンク召喚成功時、成功時でね、キスキルの効果発動、リーラを特殊召喚できる、そしてリーラは特殊召喚に成功した場合、フィールド上のカードを1枚選択して、そのカードを破壊することができる、キスキル以外の場合ね、これでダイザを処理、オッケー、よしオッケー。そしてキスキルリーラを出さなくていい、キスキルとリーラをリンクマーカーにセット、行け、トラブズサニーをリンク召喚、うおー、イーブルツインズトラブルサニーでダイレクトアタック、そしてトラブルサニーはフリーチェーンで分解する効果を持っている、再び変身せよ、イーブルツインズトラブルサニーの効果発動、自身をリリースすることによりデッキから、デッキじゃないや、墓地からイーブルツインズキスキルとリーラーを特殊召喚できる、あらあらろキスキル、そしてリーラー、さらにキスキルの効果発動、カードを1枚ドロー、残りデッキがヤバくなってきたって、そろそろふざけんなどうなってんだよこれ、抹殺打つタイミングなすぎもあるだ。メンツー、一応キスキルとリーラでリンク召喚してトラブルサニーを出していく。皆さん、トラブルサニーは3枚使いますかっていう質問してくる人多いんですけれども、見たらわかるでしょ、使うんですよ、当たり前に使うんですよ。でブラックセットして、もう抹殺するカードないけどね、ブラックセットして、これでエンドか。まあ言うて墓地にトラブルサニーも一応あるんで、まあ、なんとかなるんじゃないですかね。さあさすがにあと1枚のハンドは止まるでしょう。怪獣デッキであれば怪獣を出すことくらいですか、やることは。なに何なるほど、まあ、これはでもまあ一応うらら打つよね。うらら打ってかぐやを持ってこれないようにして、ちなみにあと残りデッキは1枚だぜ俺のデッキは残りデッキはあと1枚、まずい。そしてイーヴィルツインズトラブルサニーの効果発動、自身をリリースすることによりキスキルとリーラーを特殊召喚できる、再び、いや見たびやられろキスキルリーラー、そしてキスキルを特殊召喚し、そしてリーラーも特殊召喚していく。キスキルカードを1枚ドローする効果を破棄しないと俺はデッキ切れで負けてしまう。そしてリーダーの特殊召喚成功時の効果を発動、リーダーはキスキルが存在する場合に特殊召喚に成功した場合、リードのカードを1枚を破壊することができる。うわー、おりゃー、よし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 、切った、危なかった、残りデッキはこれで0枚だぜ残りデッキ0枚勝利きた。バトル、チャンネル登録よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。あー割といい、割とハンドはいいが、割とハンドはいい。さあキスキルの効果発動するぜ。おーっと、なんもねえのか、
なんか全然誘発投げられねえじゃねえか、おい。キスキルイーラー並んじゃったら世界が終わるぞ。まあ、こいつは特殊召喚したところであんまり関係ないから、まあ出すしかないか。イビルスインズ、キスキルを特殊召喚していくぜ。そしてキスキルの効果を発動。キスキルの効果によってリーラーを特殊召喚していくぜ。そして、キスキルとリーラーでリンク召喚。現れろ、キスキルとリーラーでリーラーとして、そしてリーラーの効果発動。リーラーはフィールド上にキスキルがいない場合はキスキルを特殊召喚することができる。そしてキスキルはリーダーが存在する場合に特殊召喚成功するとカードを1枚ドローすることができる。このドロー効果によってね、そうこういう手札誘発を引き込むことができるわけですよ。これがやっぱりね、まあ、キスキルトラブルサニー出しただけではやっぱりなかなかパワーが低いんだが、まあ、このトラブルサニーの後ろにちゃんと、まあ、魔法トラップカードまたは手札誘発を構えることができるっていうのが、まあ、このデッキのいいところではあるね。でセットカード1枚セット、まあ、一応だってこれでも、まあ、トラブルサニーのドロー効果、破壊効果で、まあ、1妨害だろ。で、一応、無限保養で、まあ、もう1妨害。で、裏でもう1妨害だから、まあ、一応、3妨害は構えられてますんで、一応、まあ、盤面だけ見るとちょっと弱そうですけども、まあ、そんなにその質は低くないっていう感じはしますね。さあ、はい。マジックトラップカードの方か、これ、モンスターの方が、どっちかっていうと辛いんですけどね。あの、イービルツインって、結構。あのリンクモンスター主体なんで絶対ライトニングストーム食らっちゃうんですよね。まあ一応手札捨てて、でこれでドローもしつつイーブルツインも一応出しといて、まあ言うてモンスター破壊の方がねイーブルツインはいい気がするけど、まあでもバックによるか、バックがめっちゃ強かったりすると、まあ、それはそれ別だからね。イーブルツインもう割とそのめんどくさい、まあ、俺は入ってないけど直命とか入れてる人もいるしね。エマージェシスコールは発動、まあ、ヒーローですね、これね。なるほど。ヒーローか。これはバリムズイ問題が発生しておりますな。どうしよっかな。まあ、これカード1枚引いてから考えるか。相手がカードを手札に加えると、あー、遅いな。あと1回遅かった。あの、そうでもねえか。ライトニングストームだってか。で、ソリッドマン召喚。いや、でもなんかこのファリスサーチされたらめんどくさいので、いや、もう人掛けでここ裏で打つしかないかな。まあ、ファリスあったらきついけど、まあ、言うてだな、言うてバイオンのサーチが入る前に一応変身して破壊することはできる。でうららで止まってほしいな、止まってほしいな。チャンネル登録お願いします。 OK、 チャンネル登録成功。 OKOKOK 止まった止まった止まった、危ない危ない。まあここでファリス持たれてたらちょっと非常に厳しかったですが、まあ言うて相手も結構厳しいらしい。イゾルデとかは入ってないタイプのデッキなのかな。まあなかなかね、ヒーローもいろいろ型ありますけど、割とその、あのファリスとかの効果使うとヒーローしか出せないから、なんかイゾルデ抜いてる人も結構いますから。まあ、これはちょっとターン終了時、一回ちょっとハカーラケアで、これ次の自分のターンでいいか。変身すんの。で、これは一回スルーして、で、ターンチェンジして、私のターン。抹殺、抹殺があまりにもいらないな。トラブルサニーの効果を発動しに行く。でこれでイービルツインズを特殊召喚していく。はい。でまたこの墓地からイービルツインキースキルとリーラーを特殊召喚していく。ほっほっ、よし、オッケー。でキースキルの効果をチェーン1、リーラーの効果をチェーン2にするとウララも打てない。でこれでカードを1枚ドローしながら相手のカードを破壊する。やってることはこれを無限に繰り返していくだけなんでね、はい、割と強いですよね。分かりやすくって非常に、はい。でゴードンも来る。なるほど、トラブルサニーの効果先に使った方がいいか、使ってキスキル送った方がいいか。イベルツインズトラブルサニーの効果はそう、これでそう、あのね、これね、あのデッキの中にいるさ、イビルツインズじゃないといけないんですよ、これ。要は、リンクモンスター、イビルツインってリンクモンスターなんで、ライブツインじゃなくて、イビルツインじゃないといけないから、トラブル3人のコストはね。だから、デッキの中に、残ってるうちに、打つと結構、なんか、最強の4400万は送れるっていう、そういう話。まあ別に、
フィールドの盤面 の, あのどっちか僕墓地乗っちゃってもいいんだけどね。でキスキルリイラを特殊召喚して8000はちょっと削れないかな8000はちょっと削れなそうな気がする。一回トロイミアユニコーン突っ込んで、でユニコーンからの効果吐き、これいらないで、リーラ効果増で、リーラでもう一回キスキルを特殊召喚していく。よっしゃ。でトラブルサニーか3300、2100、1100、1100、あ届くこれもしかして、届かないか、ギリギリ届かない、ギリギリ届かない多分ギリギリね、これ怖いよ、若干ギリギリ打点足りんこと結構あるんですよね。これイーヴィルツインデッキ使ってる方だったら分かるなってなると思うんですけど、結構足りないこと多いんですよ。まあしょうがないですね。バトルフェーズいきましょう。でトロイメリコーンでぶん殴って、なんかあるな、なんだなんだこれ、え、なんか攻撃反応系なんかあったっけ。あ、ダイナマイトか、ダイナマイトだ多分、ダイナマイトなんじゃないかこれ、違うかな、あそうだやっぱりダイナマイト、 OK、 ダイナマイトがいいね、はいはいはい、 OK、 OK、 まあ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 、でこれも一応変身することはできないのでメイン2入って、これで墓穴セット、抹殺セット、過密セットでエンドかな。これだいぶまあ強いんじゃないかな。まあイーヴィルツインズのトラブルサニーがいますんで、まあトラブルサニーでまた変身して、まあ、妨害していけばいいかなと。リキッドマン召喚、なるほど、効果エアーマン対象、まあ墓穴ですね、墓穴効果でエアーマン除外することによって蘇生対象を除外していく。で抹殺ってき、抹殺ってきたら抹殺打てばいいんで、抹殺で抹殺指名する最強のムーブすればいいのでね。でリキッドマン、効果が無効になっていく。で一旦に一度しかどっちかしか発動できないから、融合すべきは強いじゃないか。なんだろうこれ、あれかな、エレメンタルヒーローアブソルートゼロとかいうぶっ壊れモンスター来るかな。まああいつもね神通とかいう最強の効果で飛びちゃえばいいんで、まあ別に問題ないかなといったところで、アブソルが出てくる。でアブソルが出てきて、アブソルがまあぶん殴ってこようとするが、変身してリーラー破壊、フィールドから墓地を食らった時の効果発動神通だね。やっぱねこの神通がすごい強い、カウンタートラップだし、こういう神系のパワーのあるカードを入れとくとだいぶそのパワー上がりますんでね、こういうちょっとパワー足んねえなみたいなデッキを使うときにはぜひね、神系のトラップカードの採用をお勧めします。まあ、とりあえずキール、キスケルの効果発動でリーダーの効果発動で対象はアブソル。でも本来であればこのアブソルトゼロとかいうモンスターで全部っ破されてうわーってなるはずなんですが、まあ、その最強の全部破効果を神通でしっかりと止めることにより相手は死ぬ。 OK、 はい、そして誰もいなくなった。 OK、 完璧、はい、OK。 でトラブル3番もう今そんなにいらないな。あとは4800、2200、1100、1100、1100、あ、まあじゃあトラブルサニー出せばいいか、トラブルサニーリンクしてぶん殴るか、まだいるよな。 OK、 そうこうやってねちゃんと4枚使うんで、あ4枚じゃない3枚使うんですよ。なのでやっぱりトラブルサニーはね3枚いります。ちなみに私は心拍開封放送をやったんですが、トラブルサニーが3枚出る前にミストバレーの巨神鳥が10枚出ました。闇深すぎません、あのゲーム闇深すぎますよねこのゲームね。おかしいですよね、トラブルサニー欲しいよって言ってんのにミストバレーの巨神鳥10枚出たんですよ。物欲精査えぐない。トラブルサニーちゃん来たからイービルツインズ使い増えたんかなと思ってランクマ潜ってみてるんですが一向に会えません。どこに行ったんでしょうかトラブルサニーは。なんか太古のデッキとなんかの外長デッキとしか当たりませんが、ちなみに外長デッキがうざすぎるので、まあ、一応デミンションアトラクターを抹殺用に1枚入れました。
やっぱディメンションアトラクターとかいうかのキモすぎるんだけど、なんかパンク来た、わからん、これ何デッキこれ、またなんか世界終わりそうなムーブしてんじゃん、やばいこと起きてるぞ。カリアドでもすんのか、なんだこれは。セレーネ、なるほど、わからんわからんわからん、誰や誰や、こいつ、あ、ゴシップシャドウ、やばい、なんかロンゴミアントみたいなムーブしてんじゃん、ゴシップシャドウの効果で、はあ、はい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 、それは何するマンですか、え何をしてんだこいつは、おお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 おえ相手フィールドのカードの数が自分フィールドのカードよりも多い場合、このカードの使用者の時、使用しないモンスターゾーンまたは使用しないマホトラップゾーンを一箇所指定して、このカードを今回発動時、モンスターゾーンの使用者の限り使用したモンスターゾーンは使用できない、やばやばいことしてんじゃん、何こいつ、いやまだ言うてあるぞ、まだわからん、まだ言うて、このトークンを使ってリンク召喚すればいけるんだろう、つまりマスカレーナがなんか出して、キスキルニーラを召喚して、なんかなんか、ま、止まんないな、なんだこれ、これもしかして俺全部埋められるやつ、フィールド、ゴーストリックサキバス、誰だよこいつ、一ターン一度1個取り除いてフィールド上のゴーストリックのアーティストモンスターの攻撃みたいな攻撃を持つフィールド上のモンスター1体選択して、選択したモンスターを破壊して自分のフィールド上にゴーストリックのアーティストモンスターが存在する限り、おお、そのモンスターゾーン使用、やばいやばいこと言ってるやばいこと言ってんじゃん、やばい、うっそ、何にも発動できないけど何にも発動できないけど、ラドリーちゃんがなんか変身したわけなんだか、嘘だろ、いやこれ犯罪だろ、これどう考えても犯罪ムーブすぎない